各地を転戦しながらリーグ公式戦も着々と進んでいた。ここまで公式戦4勝3敗のアトキンスと5戦全勝を続けるカルホーンの対戦。喧嘩ファイターが人間空母に食らいつき、互いにリングに戻れぬまま引き分け。優勝候補のカルホーンにとってこの引き分けは痛かった。